日本のニュース 24H 皆さん、こんにちは。速報 MLB 野球2024年6月1日、大谷翔平 MVP 論争がヒートアップ。メジャー史上初 DH 専門での選出可能性に、米記者らが議論。ドジャース大谷翔平投手29の MVP 論争がヒートアップし、複数の米メディアがその可能性を論じている。右肘手術から投手復帰に向けリハビリを続けている青柳は、今季は DH のみで出場。メジャー史上で DH 専門の打者が MVP に選ばれたことはこれまで一度もないが、最近の MVP 選出の重要指標である WAR では大谷がトップ争いをしており、大谷選出の可能性について議論を呼んでいる。ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は、史上初の DH で MVP 受賞はオッズを見るとその可能性は高くない。MVP に DH は投票しないというバイアスはそれほど強いとし、問題は全米野球記者協会の MVP 投票者が DH を選手の半分とみなしていること。チームにとって価値があるのは攻撃と守備ができる選手とみなしていると指摘。大谷が MVP を争うライバルは同僚のベッツが有力だが、同記者はもし大谷が OPS あたりで終わった場合でも、ベッツが900なら大谷の選出は厳しい。ただ DH で史上初の受賞者が出るとすればそれは大谷だと論じている。このほか、スポーティングニューズ電子版が5月31日付で、野球界は伝統主義が今も根強いため DH の MVP 受賞はかなり厳しいとしている。大谷翔平が再度をすっきりと散髪した姿で、投手としてのリハビリ実施試合は2番 DH で出場。ドジャース、ロッキーズ5月31日、日本時間1日、ドジャースタジアム。2番 DH で出場するドジャース、大谷翔平投手29が試合前に投手としてのリハビリを順調に進めた。約15メートルの距離からキャッチボールを行い、基本的にはフォームを重視しながらの投球で、時折力強く腕を振った。距離は短めだったが、これまで以上の強度にも感じられる強いボールだった。伸びていた髪の毛もさっぱり。再度をすっきり散髪した姿で練習を行い、調整を終えると客席に詰めかけたファンに練習ボールを投げ入れていた。チームは5月29日まで遠征試合で米国東部のシンシナティ、ニューヨークで6連戦を戦った。同30日は休養日で、この日から本拠地でロッキーズと3連戦。来週は再び米国東部のピッツバーグでパイレーツと3連戦、ニューヨークでヤンキースと3連戦を迎える。ドジャース大谷翔平の日本人メジャー最多を更新した通算176号ボールが今夏競売へ。ドジャース大谷翔平投手29が松井秀喜超えとなる日本人メジャー最多を更新した通算176号本塁打のホームランボールが今夏オークションに出品される。米大手オークションハウスヘリテージオークションズが公式サイトで5月31日日本時間6月1日までに予告を公開した。入札開始は7月26日頃で、20万ドル約3100万円以上からを予定しているという。大谷は4月21日にドジャースタジアムで行われたメッツ戦3回に先発ウアンハウザーから今季5号ツーランを放ち、これが松井の通算175本塁打を抜く176号となった。ボールには記念の刻印が入っており、右翼側の外野スタンドで観戦していたジェイソン・パティーノさん48がゲット。僕は転がってきたボールを取っただけ。誰かが僕にぶつかってきたけど大丈夫だったとお宝ゲットに喜びを語っていた。